はい、皆さん毎度毎度、はい、フロントのね、このスクリーンだね、これ細かい傷がついてるのかさ、気になるからさ、やっぱり磨くじゃない、これ磨きすぎ注意ね。磨くとどうなるか、磨きすぎるとね、こうなっちゃうんだよ。これ磨き方おめえ下手なんじゃねえのなんて思うかもしれないけど、ある程度の傷までは軽く紙やすりをかけたりしてバフをかけたり、まあ、キカールで磨く程度で綺麗になるんだけど、でそこからさらに一押しやるとこんななっちゃうね。800番ぐらいのペーパーであの一旦全部細かい傷を消して、でそれから1000番とか2500、2500までやって、最後は8000番かけたりピカールでやったり研磨剤買ってきたり、ある程度までは良かったんだよね。うん、軽く耐水ペーパーで軽く削って、でほらのバフで、うん、ネルバフ、仕上げバフでね、あのバフかけて磨いてと、かなり綺麗になったんで、一時。で、そこからさらに欲を出してやったら、こんなになっちゃったんだよ。これやっぱり表面になんか塗ってやったんだろうね。表面加湿してやったのかな。それを引っ張がしちゃったら、これ何、ポリカーボネートってどうなのこれ、ABS みたいな感じがしてきて、なんか削りすぎるとこうなるってこったい。まあ、この動画は、多少傷が入ってるけど、やりすぎる前ね、これでやめとけばよかったんだよね、このぐらいの傷で。でもやっぱりやりすぎたらダメね。だからこれからスクリーンとかこういうの磨こうと思う方はね、あのちゃんとプラスチック専用のクリーナーで拭くとか磨くとか、耐水ペーパー、まあ、かけねえ方がいい気がしてきたね。やっても布バフ止まり、ほどほどにうちみてえのなるからうちみたくなると思う。これなんかあと塗装するかねと今思ってる。クリアふっかけて最後の手段としてねどうなるか。はい、はい、お疲れ様でした。